皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、おばちゃんの360ステージ攻略いってみましょう。ごめんなさい、540ステージだった。全然ステージ数が違う。もうダメですデータ6、ここまでもうお年を召してしまったなんて悲しい。これは、ああこれ真ん中にあれがあるんですか、もしかして。この金色のハートちゃんが。あ、これ3つともあるんですね。で、これどんどん増やしていかないといけないでしょ。お、これはちょっと厄介ですね。これ特殊ジェル作っておいて、よし。下げて、はい、ドカンってして、ほい。よし。さあ、ここからですか。特殊ジュエル祭りですよね。どうしますかね。難しいところですね。これでバッと消しますか。お、なんかできた。はい。横一線。霹靂一線と。これで青をこっちにして、わあ、星ができそうな配置してるんですけどね。これで赤が出れば。あ、赤出た。よし。あ、消えた。赤消えた。赤が出れば。よし、赤出た。消えたみたいな。同じことを繰り返す。おお、星、星。ほら、ポケモンさんのキャラクター出るんじゃないですか。星、星って言うんですよ。口癖が。ゼニゼニみたいな感じで。ガネガネみたいな。お、出た出た。わー、これもヒーローしておきますか。もったいなくはないと。はい。よーし。おー、また星ができた。星の王子様ですかね。さあ、この緑壊せばいいから、これで星を合わせておけば、クリアと。さあ、ありがとうございます。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他でもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。高評価、コメントお待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。